全国各地でさ、ギガスクールで投入されたタブレットの評価ってめちゃくちゃ悪いじゃん。僕もですね、ギガスクール体験してみたいんですよ。で、今回ね、買ってきたんだよね。ギガスクールで使われてる実際のタブレット。まあ、国とか学校によって配られるタブレットと結構違いがあるらしくて、場所によっては iPad だったり、Chromebook だったりね、そんな47都道府県あるうち、僕がどこの県のタブレットを選んだか、徳島県で実際に爆発したタブレット買ってきました。というわけでね、今日はこいつを開封して、ギガスクールタブレットの実態に迫っていく、そんな動画です。今回買ってきたのが 2way U-book ってやつね。ぜん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 。ドゥルルルルルン。おー。今回購入したこのハマグリ端末は一応ね、OS は Windows なんですよ。タブレットとはいえど、形的にはタブレット PC。と、サイドには USB 3.0 とイヤホンジャック。で、右サイドにはまた USB フルサイドの 3.0。HDMI と USB Type-C。他にはマイクロ SD カードのスロットや外部キーボードの接続端子もついてます。フルサイドの USB も2個ついてるし、Type-C もついてるし、まあ全然ね、いいんじゃね？で、いって！あ、いって！あ、ちょっと待って、これ、あー、サイドスタンドに指つまんだ。手の肉がさ、サイドスタンドに、ギューン！さあ、蘇れ、私の 2way PC を。徳島県の思いを募、起動しないんですけど。ちょっと待って、普通に起動しないんだけど、これ。これは一体どういうこと？こんなの聞いてないよ！ようやく来たー！あれで、あの高校生だからさ、ここを教室だと思って、ここ目の前に先生がいると思い込んで、こんな感じでさ、多分机のこの辺にな、消しゴムとかシャーペン置いてるんだろうな、こんな感じで。で、なんかノート取りながらここの辺で、ペラペラペラってやりながらさ、ここでピチピチでさ、なんかあれなんだろう、エッチな動画見てんだろう、どうせ。でもすげーなー。こんなタブレットが生徒に1台配られてるんでしょ、今の時代。はい、ちなみにこのタブレット徳島県で配られた時は16,500台配られたらしいんですよ。で、総額かかってるお金が8億円、1台あたり約48,400円らしいんですよね。これ意外と金かかってるんだね。このタブレット自体導入されたのがもう結構前だから、その当時の価格で考えれば多分48,000円は全然考えうるよね。正味なこと言っていいですか。なんかね、初期設定の段階で若干重たいんだよね。簡単なスペックを言うと、 OS が Windows 10、 メモリが 8GB、 容量が 256GB、 ディスプレイは1920×1080のフル HD で 11.6 インチサイズ。裏面には 5MP、 前面には 2MP のカメラがついてると。使われてる CPU がインテルのセレロン N4100、 パスマークスコア2429。2429というわけで、アカウントサインインということで、あー、ちょっとね、あの、私はね、マイクロソフトにね、片ましを売ったことがないので、これ次でですね。アカウント追加しなくちゃいけないの、これ。こういうのってさ、普通さ、高校側がさ、なんかアカウント用意してくれるもんなんじゃねえの。はい、生徒の皆さん、これ一つ一つね、マイクロソフトアカウントログインしてくださいねみたいな、やってくれるんじゃないの、普通。それで管理するんちゃうの。なんでないの、先生。僕ははぶられてます、先生。僕の動画、僕だけはぶられてますよ。もういいかな、高校生ごっこもやめて。あ、でちなみにこれ中古価格9000円でした。ヤフオクで9000円で落札しました。これは確かに Windows 10だ。あ、でも10インチってさ、意外と見やすいんだね。ワンチャンちっちゃくて Windows 使えないんじゃねえかなと思ってるけど、意外と使える。なんかサイズ的にもさ、そんなにかさばらないし、とはいえ全然ディスプレイが見づらいってこともないんすよ。まあ、ただバッテリーは爆発しないでほしいけどね。あの、盲点すぎる。何バッテリーが爆発するって、おかしいだろ。で、その、実はこれ、実際にこのタブレットを使ってる徳島県の高校生のレビューってのが、とあるサイトに乗っかってて、ちょっとね、そのレビューをね、紹介していきたいんですけど、めちゃくちゃ事細かに書かれてる。この端末はサーフェス型で、机上に置くとかなりスペースを取られます。そんなに大きくない学習机ですから、まあみんなよく落とします。その時、当たりどころが悪いと USB ポートの部分が曲がったり、接着が甘いのか外れたりします。明らかに教育現場には合ってないです。うん、酷評。平均的なサイズが横幅約60センチらしいんですよ。ちょうど半分だから、ま、このぐらい。このぐらいの中で、ここにタブレット置いて、で、教科書なんかも置くわけでしょ。まあ、狭いな、確かにな。で、しかもこれタブレットだけじゃないですからね。そう、キーボードも支給されるから、ちゃんとね、だから買ってきましたよ、これ。キーボード。これか。こんな感じなんだ。軽っ。で、多分学校ではこれを、ここにガッちゃんこさせて、これが多分標準形やね。ああ、だこれでさ、60センチの中でやれってことでしょ。いや、きついな、確かにな。まあ、あの、身長お察しします。で、この高校生の方ですね、このキーボードに対してもなんとレビューを送ってくださってるんですよ。キーボードで打ち込みを行った時、いちいちへこむようになっています。こういった点が、いかにも安物と感じたゆえんです。へこむ？マジで？そんなことあるか。確かに言われてみれば若干へこむね。でもこれはこんなもんじゃこんなもんである気がしなくもないな。いや、ちょっと待って、これ。くっそ重い。くっそ重いです。ほら、もう、増税メガネが全然出てこないもん。レスポンス重くないか？これはマイクロソフトエッジだからこんなに重いのか？スクロール。
でもこっちの方が早いじゃないかよ。通常トラックパッドのスクロールは上スライドで下、下スライドで上に動くものが多いんですが、こちらはなんと上スライドで上、下スライドで下と真逆の動きをします。しかもスクロールした時結構もたつく。これわかんない、僕の使い方が悪いのか、このキーボードの操作方法が特殊なのかよくわかんねえんだけど、とりあえずレスポンスが悪い。普通にここついてと浮くのか。あーなるほどね、ここにマグネットつけて若干浮かせることができるんですよ。浮かせた状態だとめちゃくちゃへこむ。まあでも高校生が安っぽいって思うのはまあ理由としてはわかる。すごいことになってるんだけど、なんかこんなに出る核爆弾落とされましたみたいな感じになる。タスクバーがうちの、まあ、4万8000円で考えたら、まあ、ディスプレイはいい普通今んとこだけど、マジでアンドロイドタブレット買った方が絶対にいい。でも端的に言うと非常に使いづらい、重たい。だってこのクロームをダウンロードする作業ですらさ、めちゃくちゃ時間かかってんだよ。今この動画を見てる徳島県民の皆さんいますか？これはゴミですこれはゴミっていうか、もっといい方法あっただろっていうのがめちゃくちゃある。このスペックのパソコンは普通に送っちゃダメないよ。せいぜいネットが見れるぐらいよ、動画が見れるぐらいよ。それアンドロイドでいいやん。いやその分でも Windows の使い方が学べますよってのわかる、それ全然わかる。違うよ、イライラするんよ使い方わかる前に。これまで見て、また核爆弾が落とされました。なんで毎回うちのタスクバーにさ核爆弾落としてくんだよ。エグゼファイル開いただけで、はっエラー。え、ベンチマークすら測れない、もしかして。ドンキのノートパソコンですらベンチできたぞお前。ダメだ、 HD 画質でしかできないや。はい、というわけでベンチマークが終わりました。こちらエラーです。ちなみに一応このドラクエのベンチマークって、ベンチマークしてる最中に途中経過のスコアが出る仕組みなんですよ。ベンチマークの終わりの時に見たスコアがだいたい800中盤台やった。ベンチマークが言うには動作困難、要はドラクエ10は動かせませんよ。まあゲームやるものじゃないからね、もちろんそれはそうなんだけど、ドンキの PC でもこのベンチは動かせました。後日別のベンチマークも回してみたんですけど、結果はご覧の通り。シングルコアだけで見てみると、性能はノーパソ向けのコア2ドゥオ P8600 とほぼニコイチでした。ちなみにこちらの CPU 発売は2008年、16年前です。終わってます。国はどうなってるんですか一体。これに4万払うんだったら、アンドロイドタブレットプラスキーボード買った方がもうちょっと性能高いし、もうちょっとレスポンスのいいものを買える。ほんとただ Windows が乗っかってるだけ、もうほんとそれだけ。分解してみたらさ、何かが分かるかもしれないという思いのもとやっていきます。これは強敵だな。きたー、マジでくっそ時間かかった、マジで1時間ぐらい格闘して。さあこれが徳島タブレットの中身です。構成は左に基板類、右にバッテリーと非常にシンプルになってます。銅製の冷却プレートの裏には例のクソ CPU が鎮座してます。ここの部分がその例の膨張するバッテリーらしい。今年度全体の 17.3% に当たる2859台にバッテリーの膨張が見られた。17%、 2000台もこいつはハマグリになるらしい。これはあれか、 SSD か。お、やっぱそうだ SSD だ。もう普通に M.2 と同じタイプのものが使われてるっすね。乾燥しようと思えばここの部分ぶっかえちゃえば 512GB とか 1TB にも乾燥できるのかな多分。まあここまで分解するやつがいるかって話なんだけどね。ちょっとあれだな、爆発したら困るからもう一回組み立て直すわ。そういえばですね、今回この動画を撮るにあたって僕のツイッターのフォロワーの人にアンケートを取りまして、ギガスクールを実際に受けてる学生の人たちにどれぐらい満足してるのか満足度のアンケートを取りまして、合計で985件の回答いただきました。本当にご協力ありがとうございました。シェア率的には Chrome OS 4、Windows が3、iPad が 2.5 で、残りが MacBook 使ってる人とか Android 使ってる人ってのもまあちょこちょこいた。スペックとか CPU をもらった感じ、まあ大体の人はセレロンです。これとほぼ一緒。セレロンの N4000 とか N4020 とか、たまにペンティアムとかもいるけど、マジで全部ほぼセレロンで、感想に関しても動作が重い、かもなく不可もない、遅い、ゴミ、動作がもっさりしてる、もうバリ雑言です。だから iPad に関してはみんな基本的にはまあいいレビュー、動作が重たいっていう感想はそこまで目立たないかな。まあだから完全にあれやね、 iPad 選べたら勝ち組、それ以外は負け組みたいな、もうほんとそんな感じ。まあ例外的に MacBook とか使える人もいるけど、まあ Chrome OS か Windows になったらもうほぼ負け確です人生。でもね、パンチラインがあって、先生が生徒より知識が薄いのは良くない現状だと思います。でもとんでもないもう正論本当に皆さん今回ご協力ありがとうございました。じゃあというわけで最後に例の徳島県の高校生のインタビュー記事最後に紹介したいと思います。でもう悪運しかありません。もうこのタブレット終わってます。家で充電できず、キーボードはいかにも安物で使いづらい、スペックは案の定最低レベル、ギガではなくキロか、せいぜいメガがいいところだ。ありがとうございました。以上日本国の失策でした。
もういいよ、早く終わらせてくれよ。早く、俺も早く授業受けてんだよ、ズームで。数学とかやりたいんだよ。センター試験とかさ、センター試験の対策。あ、センター試験じゃないのか、そういえば。共通二次テストだよね。あれ、共通なんちゃらテストでしょ。僕、センターで4割っていう驚異的な数字を叩き出したことがあるからさ。僕、英語だけ得意だったの、唯一。英語めちゃくちゃ得意でさ、なんか、あ、いけんじゃねえかなと思って、蓋開けたら4割、80点しか取れなかった。びっくりした、普通に。先生から戻かれた。え？杉山くん？何この点数みたいな。でも人間は、そういう失敗を経て、大人になるんだよ。ステップバイステップ。大事。ということで、早くしろ。もう、いつまで時間かかるんですか？このタブレットは一体！これには数分かかることがありますって。じゃあ許す。俺は寛容な男だからな。シャンクス。腕が、シャンクス！いいさ、腕の一本ぐらい。安いもんさ。未来にかけてきた。早く終わらせろよ、これ。